馬鹿を引っ込めたい人は6回やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの6回で翌日お腹をへっこます腹筋を紹介しようと思います。たったの6回なんですけども、1回あたり10秒間やりますので、まあ計1分間になります。で、腹筋はですね、よく動画ではいろんなバイシクルとかね、クランチとか、お腹をへっこますためにはこれですよみたいな動画ありますけども、基本的には息をしっかり吐く腹横筋を使う腹筋メニューがお腹をへっこますために大切です。息を止めてね、うんって力んじゃうような腹筋は基本的にはお腹が引っ込みません。下手すると腹筋が大きくなってお腹が出ちゃうパターンが結構あります。なので今回みたいな腹横筋をしっかり使いながら息をしっかり吐く、そしてドローインを意識する腹筋メニューがおすすめです。では紹介します。今回は中級メニューになりますんで、まずですね、膝を持ってですね、腰をつけときます。腰をつけとくとドローインの意識がしやすいですから、腰をつけてお腹をしっかりへっこませてください。その状態で息をふーっと5秒間吐きます。残りの5秒間は足を伸ばしてドローインしたままでキープ。で、5秒経てば膝を抱えて息を吸うといった感じを6回行いますので、息は10秒間吐かないといけないので、ふーと全部吐き切らないようにしてください。できるだけ15秒間ぐらい細く長く吐く気持ちで10秒間で吐き切ってください。ちょっと1回だけやってみます。こっから息を吸って、息を吸った時もお腹が引っ込んだままです。ドローインした状態で息を吸って、5秒吐いたら残りの5秒、また抱えます。これを6回一緒にやっていきましょう。息を吸った時にお腹が膨らまないように意識してください。足を伸ばした時に倒れないようにキープしてください。足を抱えている時と同じ上半身の体勢のままで足を伸ばしてください。では一緒に6回頑張っていきましょう。では行きます。はい、吸います。お疲れでした。息をね、しっかり吐くことでお腹を引っ込める力がつきますから、このお腹引っ込める力がつくとですね、まあ、ウエストがしっかり引き締まる、くびれができてくる、そういった感じになります。しっかり腹直筋とかね、あと外腹斜筋とか、ああいうところを鍛えても腹横筋がしっかり使えないとウエストは締まらないので、今回みたいな腹筋や、あとはタートルが載せている動画の中にある逆プランクとか、そういった感じで息をしっかり吐く腹筋、腹筋の表面が硬くなりにくい腹筋というのを選んでもらうとですね、お腹しっかり引っ込んできます。ということで、頑張った方や勉強になった方はよかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします。チャンネル登録してない方はですね、効率的なトレーニングのメニューを載せてますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。
ね。